みんな何してんだ。街中の抗争に対する警察の介入めっちゃむずいだろうな。本当に。フォローありがとうございます。マスティフ。何してんの。これあれじゃない？幼馴染じゃない？幼馴染のガイドそもそも。ミコだ。ミコだの幼馴染が闇落ちしそうって話じゃない？そうなの。ダメダメ。止めてるってこと？マホさんや。パパ止めてるのか。止めてるんじゃない？止めてるというか。説得中？説得中ってか相談の電話が来たってこと？でもさ、もうそれ止めてほしい時のムーブじゃないか。でもそうだ絶対、うん、私闇落ちしちゃいそうなんだけどどうしたらいいのって。そうそう、お前行くな。ちなみに幼馴染は女の子だから、まあ、やっぱそうなのか。どうなん、女の子的な心で言うと、女心的なことで言うと、ね、止めてほしい時のやつだよ、うん、間違いない。どうでもよかったら黙ってやるもん。なるほど、止めてほしいんだよ。絶対そうだそうだ、止めて。初犯が警護と。でも強盗したの、落ちてんじゃないか、それは。遅いよ、もう。手遅れ？手遅れだ。あっ。もう、ビンゴ、ビンゴ。マジか。ビンゴ。やっちゃったんだけど、どうしようの方がじゃん。最後な。そうだよね。どうでもいいやつには黙って勝手になるよな。確かに。断りたい。断りたい。やらないんだったら、まあ、警察っていう立場もあって友達っていう。友達って、友達を守るっていうあれがあるからね。本当は自分が守りたいけどそんなこと言えないから建前上な。大丈夫、もしそれ幼馴染が犯罪者になったらミコだ後追いしないよね。いや、さすがにしないだろう。さすがに大丈夫か。俺ら警察これ。に誘われてんじゃないか、幼馴染が。なんか普通に白市民のみんなと関わってたけどな。だったらか、幼馴染の真帆。あ、ま、真帆が幼馴染なのか。真帆って誰だ。え、わかんないよ、私も初めて聞く名前だ。あれ見たことある、ひらがな真帆で出るよ。見てもわかんないな。ちょっとね、今ピンク髪なんだよね。あ、そうなんだ。うん、あれじゃないの、こいつ違う見た目か。道路交通法、警護と。強盗はやっちゃってんね。だけど。もう今は下がれるまで。あ、いや、おい、おい。事故です。おい、おい。早く、早く。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。何やっとるあいつ。あ、マジで意味わかっとるよ。やばい。バレたやん、これで。いや、怖いなって思ってたけど。ないんじゃない、これ。あれっすよね、キモセンがいる材料の近くっすよね。あ、2人なの、2人組乗ってる。そこなんか水取れるんすよね、材料で。あ、なるほどね、そういうことか。今日拾ってんじゃないですかね。拾ってるわ、なんかか。やってんな、ミコだ。撃てんのか、ミコだ、幼馴染。救ってあげてくれよ。救うべきだろう、男なら。うん、救わなきゃだよ。幼馴染が。だから、引き止めるよとか言ってたもん。欲しいね。友達じゃなくても引き止めるよって言え。あ、ごめん、じゃあ、いや、ごめん、俺があれか。俺、この間、俺100万で連絡先買った女の子を大型で捕まえたっすよ。なんか気づいたら闇落ちしてたっすよ。誰？ハムボッチ白百合。知らねえ。知らない。アイリスにあの囲まれてましたもん。あ、そうなんだ。あ、さっきの人か。さっきのあの。あー。ハムボッチ白百合。だからなんでいるんと思ったの。なんか銃持ってなんか急に来たから撃っちゃったみたいな。え、待って、もうこれ闇行くような話になってない。捕まえてやるよみたいな。言ってるの。待て。ダメだよ、止めるんだって。まだだろ、おい、送るな。送ったらダメだ。ダメだよ。帰ってこれなくなるんだぞ。そうだよ。一回。
一回手染めちゃったらもう帰ってこれなくなっちゃうよ。男と女のやつやってるわ。やだ、なんかバレてね。バレてるわけないだろ。バレてるやろ。完璧な隠密だぞこれは。じゃあ後で聞くね。完璧だぞ。みんなの見えたって。え？バレるわけがないだろ。でもどこのギャング行くんだ。全然わかんないね。俺にもよるけどな。シャンスじゃない、シャンス。他ならまださ、今ならね、わかんないけど、そういうガチガチのところとかだって、いやもうガチガチの、なんかグッバイとかならまだ、まだ、まあまあまあ、じゃないですか。オールインアンブレラモスはってこと？マジで？あ、もしもし。あ、もしもし。あ、キャップだけど、今、非番でさ、はいはいはい、コスプレ作っててさ、はい、近くで銃声あったから来たんだけど、はい、5037番で強盗やってる人いるよ。5037番強盗ですね。西海岸、うん。はいはいはい、了解です。で、一応入ったら、俺コスプレしてて、今ミュータントタートルズのコスプレしててさ、はい、なんか強盗と間違われて、あ、次変わりますねって言われた。でも犯人どっか行ったんすか。いや、たぶん、あ、今どっか行った、じゃあね。はい。いや、なんかお前口硬そうやから内緒ね。はい、わかりました、内緒で。俺が通報したの、はい。はい、了解です。はい、じゃあね。はい、では。どうしたいの、じゃあ。その、悪いことしても友達で言っとくっていうのは約束してあげるよ、今。友達として止めに行ってあげるよ。そういう、その時はね。今、上に乗ってんの、それ。で、その上でヘリじゃないです。これ直接はしごで登ったの。はい。あー、ごめん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 。でもちょっとやっぱ気になるからさ。何？前のさ、スケボーでさ、隣のビル飛び移るやつやろうとしてる、もしかして。あー、違う、ちょっとやぼよ。ほっとけ、やぼよね。お前近すぎたな。ちょっとね、まだバレてない、まだバレてない。顔似てるやろ。今電話から漏れろと聞いてる。もしね、もし危ないことに巻き込まれてるとかなら、もう俺含めて、警察と俺含めて全員で止めてやるから。もしそうなら俺たち信じてみろよ一回。かっこいいこと言ってるな。かっこいい、かっこいいな。スーパーヒーローじゃないか。うん。いやいや、やっぱね、俺でも空気は読めるよ。そう、話は読み込ま、は、読めなくてもね。俺がお前を守りたいんだって言えよ。お、いいぞいいぞ、そういうの、そういうの、いいやお前。いいやお前。マジで、これ聞きたいのよ。女の子はそれを待ってんだよ。待ってるよ。お前、空気読めのお前だよ。魔法はそれを待ってるよ。いやいやいや。魔法はそれを待ってるよ。何が空気読めるんだ、お前。そうだよ。空気読めじゃん。一番読めてないぞ、今。この場の空気を読め、お前は。一回行ったら戻ってこれないぞ。今俺の言ったことは忘れんなよ、じゃあ。戻ってこれないぞ。仕事として守りたいとか、その誰も求めてないからな。そうだぞ、仕事としてとか言うなよ。なになに、男じゃねえよ、こいつ。楽しみだろ、お前。何いいのか、これで。いいのか、お前。後悔するぞ。なんで電話したと思ってんだ、お前に。あ、ごめん、どれ。聞きたいんだよ、言葉が。あ、ごめん、本当にちなみに、どれ。みんな笑ってんだ。オッケー、オッケー。笑い事じゃないぞ。本気の話だ、これは。オッケー、じゃあ、決めるの？止めろ、止めろ、止めろ、止めろ。選択をするわけね、どっちかの。間に合うよ、まだ間に合うよ。ほんま。待ってるよ、魔法は。友達と打ち合うことの辛さを知らないのに。男見せなきゃ。決まり、決まりも言ってるぞ。そうだよ。いや、笑ってないよ。なんか JXW って誰かわかる？いや、もうめっちゃ真剣。ありがとう。ひらひら、ひらひ
いやでも言った通りだよ、本心はそれだよ。そう、いや俺もね打ちたくないよ戦場で、勝っちゃうし。うわお前それちょっと違うわ、打ちたくない。いや違うわ、俺に打たせないでくれよ。違うわ、それはいいね、それは。いやごめん、タートルズって名前で勝っちゃうし、俺に打たせないでほしい。おいいぞいいぞいいぞ。引き金は引かせないでくれ、俺に。ちょっと臭いな、ちょっと臭い、ちょっと臭い。顔だって貼ってるけど顔も乗ってないしみたいな感じで。なるほどね、オッケーオッケー。違う。なんかナンバーだけ取ってんだよね、ヘリで。なるほど。あ、切られた。え？切られた？おいにやつ、おいやじ、お前もな、おいにやつってんだよ。もう男じゃねえやマジで、ほんまに。うん、なんだ、なんなの。とりあえず今会いに行けばいいんじゃないの。確かに確かに、そうだよ、今会いに行けばいいんじゃない。何してんすかこれ。ちょっとミコダの、ミコダのちょっといろいろ、ちょっと冷静に降りよう。なんか死んでないっつって。待って待って、ちょっと待って、離れよう一回。よいしょ。あ、一人ずつ降りた方がいい。ええ、事故です。これ降りれるかな。オッケーオッケーオッケー、あ、来た来た、オッケーオッケー、連絡する。よしよしよし、やばい、怖いよ。はい、キャラコン、キャラコンだよね。黒い血が、ごめん、大事故。めちゃくちゃ黒い血が。あ、惜しい惜しい。マジでまずい、ここマジでまずいぞ。ここ絶対難しいっすよね。うん、いや、やだ、死にな、かないわ。やだ、いけないこれ、銃構えながらいけない。よくジャンプしたな。え、すごい、ジャンプじゃできなかったの。やな、決まり。ねえ待って、いや、いける、私ならいける、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 いけるぞ。ちょっと待って、やばい、ジャンプしないといけないじゃん。2人ぐらいの友達からな、急に背中打たれたことあるんだ、ギャングに。なるほど、ちなみに呼び出すんですか。今から呼び出すでしょ。あ、なるほど。俺が後から来た方がいいけどね、俺がいたらこれ来ない説ありそう。マグナムさんが普通に呼ぶよ。今ね、チェイスしてる。俺が呼んだ手でミコだが変わってもらうね。変われる。あ、電話かかるわ。あ、すいません。兄さん方こんにちはっす。お疲れご苦労さんっす。あ、もしもし、マコさん。はい。今行ってきます。忙しいから。マランさんって、うん。どうしたんですか急に。いや、ちょっとね、レギオンでね、渡したいものがあって、なんか、さっきのね、文化祭でね、買ったやつなんだけど、ダイオは車で、あれだね、そう。なんで急に、どうしたんですか。だって友達でしょ、俺たち。サンダーマーのやつじゃないと。友達なら絶対嘘つかないですよね。一つだけ答えてくれますか。一つだけいいよ。隣にミコだと言いますか。ミコだ今いないよ。絶対いないですか。片付けだけ一緒にやってくれる人募集。本当うん、本当。嘘だったらもう二度と信じないですよ。だって嘘じゃないから大丈夫だよ。わかりました。ちょっと来れる、ごめんね、急に呼び出して。忙しかったらでも、ね、いいんだけど、来れるんだったら。あ、じゃあ、ちょっとだけ待っててください。あ、ちょっとだけ、わかった。うん、ちょっとだけ。うん、オッケー。ちょっとだけ、あの、さっきのやつ、ちょっと待ったら来てくれるらしいです。オッケー、オッケー、オッケー。おい、ちょっと離れとけ。でね、ミコなの隠れといて。隠れといていいの？うん、あの、もうそこに、ここにさ、たかんどけば多分バレないよ。ああ、なるほど、なるほど。とりあえず、あの、バンさんの人質が安全になったら、とりあえず誘拐拉致でいいと思う。バレたって。今ね、説得するために追ってたけど、それでも逃走続けてるから、状況だから。はいはいはい。
多分バレました彼女に。あとね、座用は公務執行妨害してきたから何かあったの。おい絶対どっからか見てたって。なんだバレた。いやそう、いや多分遠目に見られてたと思います。メッセージで嘘はダメですよって来ました。やば。帰る。帰りますか。あとはミコだ、頑張ってくれ。来た。いや来てないけどバレた。